皆さんご機嫌いかがですか？リビングライフの時間です。私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直哉です。今日も共にリビングライフを通して御言葉の素晴らしさを味わい知りたいと思います。今日は10月13日月曜日、今日の聖書の箇所は伝道者の書の8章1節から8節までです。今日のテーマはリビングライフのテキストには神の知恵により分別力を養ってくださいと書かれています。このことをテーマに共に御言葉を学んでまいりましょう。伝道者の書8章1節から8節。誰が知恵あるものにふさわしいだろう。誰が事物の意義を知り得よう。人の知恵はその人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげる。私は言う、王の命令を守れ。神の制約があるから。王の前から慌てて退出するな。悪事に加担するな。王は自分の望むままを何でもするから。王の言葉には権威がある。誰が彼に、あなたは何をするのですかと言えようか。命令を守る者は災いを知らない。知恵ある者の心は時と裁きを知っている。すべての営みには時と裁きがある。人に降りかかる災いが多いからだ。何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。風を支配し、風を止めることのできる人はいない。死の日も支配することはできない。この戦いから放免される者はいない。悪は悪の所有者を救い得ない。今日の御言葉は伝道者の書の8章の1節から8節ですけれども、この1節の最初の言葉をもう一度読みたいと思います。誰が知恵あるものにふさわしいだろう。誰が事物の意義を知り得よう。人の知恵はその人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげると書かれています。ここで知恵ということが言われていますが、この伝道者の書を書いたソロモンという人は当時の世界で最も知恵に優れた人間というふうに言われていますね。でも彼はそこでそのような人間でありながらも誰が知恵あるものにふさわしいだろうというふうに問いかけているんですね。で、私たちは知恵というと、知恵と知識というものを混同することがありますね。知識というのはいろいろな情報を知っていることですけれども、聖書が知恵という場合にはそれは何を意味するか、それは私たちが人生の物事、いろいろな状況があるわけですけれども、それを神様と同じ視点で見ることができることだと思うんですね。そしてそのような思いで何をどのように行動することが一番主を恐れるもの、クリスチャンとしてふさわしいことなのかということをわきまえ知ること、それが知恵だと思うんですね。それを知っている生き方が我々が本当に我々に求められている生き方だと思うんですけれども、ソロモンは箴言の中ではこの神を恐れることが知恵の始まりだというふうに言っているんですね。ですから基本姿勢というのは知恵ある生き方の基本姿勢というのは本当に心から神を恐れ、
恐れるということは恐怖で恐れるんではなくて、神様の権威を認めて、そして神様の御言葉、神様の命令に従って生きるということ、それがこの神の知恵によって生きるということだと思うんですね。ですから、この二節の言葉に、私は言う王の命令を守れ、神の制約があるから、これテキストの次のページにも書かれていますけれども、王というのは人間的な権威というよりも、究極的にはこれは神様のことを指していると思うんですけれども、私たちはこの王である神様に従って生きる、その御言葉に、命令に服従して従って生きるということが、本当の意味でこの知恵ある生き方につながっていくんだと思うんですね。そしてテキストの右側ですが、分別の知恵というのがありますよね。五節の言葉を読んでみますが、ここに、命令を守る者は災いを知らない、知恵ある者の心は時と裁きを知っていると書いてあります。で、この知恵ある者の心は時と裁きを知っていると訳されているんですけど、この裁きというこの言葉というのは、方法というふうにも訳せる言葉というふうに言われています。知恵ある者、本当に神を恐れる者の心はいつ行動するべきなのか、どういうふうに行動するべきなのか、それをわきまえ知っているということを言っているわけですね。私たちも神を恐れる者として、クリスチャンとして生きていくときに、いつまたどのように行動するべきかということをわきまえすることが必要です。例えば旧約聖書に出てくるヨセフという人物がいますけれど、彼は兄弟に売り飛ばされて、そして最終的には彼はエジプトの総理大臣になるわけですよね。そこへ自分たちの兄弟、自分を売った、本当ならば憎むべきその兄弟がやってきて再会する時がありますけれども、その時にヨセフはすぐには自分の身分を明かさないわけですよね。兄弟の心をやっぱりきちんとわきまえ知らなければいけなかったわけです。それからしばらくして、その兄弟たちが自分たちがヨセフに対してしたことを、悔い改めて悔いているその言葉を聞いて、彼らのその思いは真実のものだということを分かった時に、初めて自分の身分を明らかにしていくわけですよね。それがやっぱりヨセフがその神様の知恵によって、その時と方法をわきまえ知っていたんだと思います。私たちもこれは祈っていくことが必要ですけれども、私たちがいろいろなこの信仰生活の中で、いつ行動したらいいんだろうか、あるいはどういうふうに行動したらいいんだろうかということを考えさせられる時があると思うんです。ですから、そういう時に私たちは、訳部署にも知恵がないものは神に祈り求めるとありますから、私たちは神様に祈り求めて、神の知恵としてこの時はどうすればいいんでしょうか、どのような方法で行えばいいんでしょうかということを、いつも祈っていくことが必要ではないかと思うんですね。この後半の7節にはこうあります。何が起こるかを知っている者はいない、いつ起こるかを誰も告げることはできないとあります。それは我々の人生には何が起こるかわからないということですね。このテキストにもありますけれども、人生には喜ぶことも時もありますし、悲しむ時もあるわけです。でも全てのことは神様の御心の中で起こりますと、このリビングライフのテキストに書かれています。私たちはそのことを覚えながら、今の状況で全てを判断するのではなくて、神様の知恵により頼みながら、また神に祈って、神の知恵をくださいと祈り求めながら、この知恵ある者の心として、時と方法をよく知る者として歩んでいきたいものだと思います。今日の聖書の箇所の伝道者の書の8章1節から8節まででしたけれども、
この最初のところで、知恵者と言われたソロモンが、誰が知恵ある者にふさわしいだろうという、この問いかけから始まっている箇所でありました。私たちはいつも、このソロモンでさえ、当時の世界で最も知恵ある人間と言われたソロモンでさえ、誰が知恵ある者にふさわしいだろうという問いかけをしているところを見ると、私たちは皆、このようにいつも神の前に謙遜にならなければいけないんだと思います。自分のことは自分がよくわかっているというふうに我々は思いがちですけれども、そうではなくて、いや、わからないこともたくさんあるわけです。私たちは神を恐れて、神様と同じようにこの状況を見ること、その目を養ってもらうことも必要ですし、またその状況の中で最もふさわしい行動を取ることができる知恵も与えられなければなりません。私たちの毎日の人生の中にはもうこのような知恵が必要な時はたくさんあります。その都度その都度神様に祈り求めて、神の知恵を与えられることを祈り求めて、時とその方法をわきまえ知るものでありたいと思います。それではそのような生き方ができるように、神様に助けを求めてお祈りをしたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、今日の御言葉を通して私たちには神の知恵が本当に必要であることをもう一度教えられました。私たちはさまざまな人生経験の中で、どのようにまたいつ行動するべきか悩む時があります。どうかあなたの知恵を与えてください。そしてあなたのしもべとしてふさわしい行動をふさわしい時に起こすことができますように、あなたの知恵によって助けをお与えください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。